この後担当キャスターを呼びしていきましょう。檜山さやキャスターです。さやちゃんよろしくお願いします。お願いします。今日お会いするのは3度目ですね。そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、はい、ラグビーとか試合は見に行ったことありますか？その野球観戦には行ったことがあって、みーちゃんありますか？私もあの、はい、地元にいるとき楽天の試合を見に行ったことがあります。あの、はい、プロ野球の、はい、野球のルール詳しいですか？いや基本的なルールくらいですよ。え、教えてください。見に行ったんじゃないの？見に行ったんだけど、なんか、ま、よく分かってない。そうなの？はい、教えて。基本的なことしか。私は基本的なルールをあれなんで見に行ったの？なんで見に行ったの？友達の、あのに、まあ、付き添いというか。あ、そういうのありますよね、はい、でも見てるうちにどうでした？あの1塁2塁3塁のその基本、まあ、ルールは少し分かるんですけど、はい、あのファールとかあと何点でこう勝つとかがちょっとまだ分かってなくて、9点でしたっけ？それだっけ？あれなんだっけ？何？卓球？9点卓球だっけ？違う。ね、そういうものじゃない。そう、何点で勝つとか。そう、あ、先制攻撃だっけ？ごめんな。ここまでやったボロが出るんでしょうけど、あれ、あ、そうですね、卓球との間違いかもしれない。卓球との間違いかな、ちょっと、もう本当にこの番組でも何回も公言してるんですけど、頑張ってスポーツも詳しくなっていきたいと思います。そうですね、はい、ごめんなさい、笑っちゃった。すごい私失礼な人ですよね。そんなことないですよ。むしろ笑っていただく。反省しました、今。ごめんなさい。いやいや、そうだ。すいません、はい、そうですよ、でも あれ、そう9回イニングのことかっていうコメントいただいてます。9回イニング、なんかあれですよね、点をこのずっと取らないと。見てもらってごめんごめんごめん。なんかずっとあの1点も取らないと9回で、あの勝ちでしたっけ、なんかそういうルールありますよね。ま、あの9回まであるっていうことですよね。ちょっと待って、ちょっと この回は一旦おしまいにしましょう。すいません。ごめんなさい、本当に。いやいやいや、とんでもないです。こちらこそ笑っちゃってごめんなさい。いやいやいや、失礼なことをしてしまいました。すいません。すいません。いやいやいや、まあね、あの知らないものはこれから知っていけばいいですよね。ゆうちゃん、ありがとう。いやいや、とんでもないです。本当にもうやめて、コメント出すのやめてください。はい、ということで、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで、すいません、いや、もうね、もう幸せですよ、こんなに。すいませんね、笑いすぎです、私は。反省します。この後深く反省会を行いたいと思います。申し訳ありません。はい、ということで、ではここまで小牧結衣がお送りいたしました。